ま、じゃーん、してます。また突発オフ会を、なんか都内に来ると必ずやる突発オフ会状態ですけど、UDX の源ちゃんに集まりました。最近あのバックスペースマガジンの VR 部で、あの VR もう部長じゃないですか、この太一さんが部長だから、副部長ぐらいの副部長、もしくは先生、顧問ですね、顧問のマイケルさんに会いました。よろしくお願いします。あの VR の世界ではお世話になっております。そうフルトラッキングで、あのめちゃくちゃフルトラッキングすごい人です。あのフルトラで、まあ、カメラマンをしてますマイケルと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この辺みんなあのあれですね、 VR 勢最近 VR 勢になった。そしてあの VR 勢に囲まれて、あの逃げられなくなったムッシュさん、これ今日 PC 買わされるパターンですよ、完全に。あ、すごいすごい、やっぱ VR 勢はすぐ出てこないとダメなんですよ。やっぱ楽ですね、お通しの運びが。はい、お通しで。ガス、あ、そうか、でもクエスト2と比べるとあれですけどね。そうですね。え、プロとか試されました？プロ、あのメタクエストプロ。あ、ここにある。あ、プロもあるんですよ。ここにやばい。おそろ、この純正というか、一応あのメタが推奨の、やばい、ね、ドレキンさんの動画見て、あのにじめベルトでちょっと、はいはい、頭頂部の、ああ素晴らしい、はいはいはい。え、メタクエストプロユーザーから見て、はい、エリートの画質どうですか？画質は結構鮮明さはエリートあるかなと思ったんですけど、最近ちょっとローカルディビングが追加されて、結構画質面だとまたクエストプロの方に分配が上がったんじゃないかな。ローカルリミングもう使えるようになってるんですか？まあオープンのテストだったかな、はあはあ、テストに入ったら使えるようになります。え、じゃああれですか、エアリンク経由でやってるんですか？はい、エアリンク経由で。僕も今日ねオープンテスト入ったんで、ちょうどさっきアップデートしてきたんですけど、まだ試してないんですけど、多分自動でオンになってると思う、はあはあ。いやでもやっぱりそのメタクエストプロが圧倒的にコントラスト高いんですよね。そうなんです。だからあのフォーカス感はエリートも負けてないんですけど、色味が悪くないですか？色味、そうですよね、やっぱバックライトが弱いですよね、あの明かりが足んないですよね。じゃあやっぱ僕だけじゃなかったのかな。そうですね、やっぱメタクエストプロちょっと最強すぎますよね。ちょっと最近もう価格も下がって、そうそうそう、だいぶあのメタクエストプロの方が安くなっちゃいましたからね、エリートより。なっちゃいましたよね。あ、よかった、あの僕だけがなんかあのエリート壊れてんじゃないかと思って不安だったんですよね。あの普段無限方向こっちでやってるんですけど、はい、こっちで試した時ちょっと慣れなくてすぐ寄ってこない、こっち6、7時間とか普通に入ってますけどちなみに無限歩行っていうのはあの VR チャット内で、はい、あの何ですか、あたかも普通に歩いてるように見せるけど、実は家の中で八の字とか円の字でぐるぐる回って無限にその場を歩いてるんだけど、あれはなんですか、 VR 上でカウンター当ててるんですよね。そうですね、あの円の回転と反対方向にコントローラー倒して、まあノイキャンと同じ要領で打ち消し合ってまっすぐに、だ VR の中ではまっすぐ延々と歩いてるように見せて、はい、家の中では八の字で歩いてて、はい、あたかも普通に歩いてるように見せるっていう、その通りです、高度な技です。いやまあド M です、ただの普通はコントローラー移動でいいんです。あの、ね、マイケルさんの VR チャットのあれですよね、昨日とかもすごいですよね、所作がもうなんかもうあれ見るとちょっとめっちゃナチュラルにこう、もう空間に絵を描いたりとか、 あれもすごいなと思いました。あれもナチュラル感だ。いやなんかその空間にある椅子とかソファーとかがあたかももういるかのような動きするじゃないですか、あれすごいなと思って。例えばまあフルボディトラッキングで椅子に座るとき、まあ空中に座ったようになるんですけど、あのわざわざバーチャルのものの上のところに行って座って、ちゃんとそこに存在しているようにするっていうのはまあこだわりであったりします。でもあれですよね、
ずっと立ち続けなきゃいけないからフルトラッキングめっちゃ疲れるんですよね。疲れますね。最初はもう外してもう床でハーハーで転がって疲れちゃって、最近はまあだいぶ体力ついてきて、あでも運動にはいいかもしれないです、ね、運動にはいいです。結構あの引き締まりますダイエットになる、ダイエットになります。あのアップルウォッチ的なものでなんか歩行数とかカウントしたことないんですか？ ありますねあるんだ、さすが。 B バンドって撮ってるんですけど、はいはい、まあ6、7千円。お、じゃあ1万円いくら歩きますね。まあ、1万超える時もあります、ね。旅行とかする時もあるんで、はあはあ、あのちょっとよくわかんないですけど、無限歩行旅行っていうのが、まあ、たまに不定期なんですけど、はい、企画ありまして、それで、はい、まあ1万歩、2万歩行く時も。あ、何 ?VR チャット内でのウォーキング大会みたいなのがあるんですか？ちょっとよくわかんないと思うんですけど。すごい。結構まあ人も最近増えてきて、フルトラがやっぱり安くなったんで、フルトラ勢が増えて無限歩行したいって人も増えてきて、なんかだって無限歩行勉強会とかやってますもんね。まあてかマイケルさん先生ですもんね。私はもう個人で教えてます。あのやっぱりそれぞれにあの環境が別々なんで、一斉にどって教えるのは結構難しいかなって私は思ってます。あ、じゃあマンツーマンで教えるみたいな感じ。そうですね、今部屋の形どんな感じですかとか、そういうことを。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どのくらいでマスターできるもんなんですか？最短でもう30分以内にできる方。そんなもんなんですね。え、じゃあ数日でいける感じですか？そうですね。あ、そうなんですね。めっちゃ1ヶ月ぐらい修行してるのかと思った。まあ自分も特に修行したって言えるのなく。タイジさんが登場しました。あざーす、はい、なんかこれはもしや、はい、じゃあおめでとうございます。あ、ありがとうございます今日の僕の撮れ高、皆さんから2000回祝いの言葉をもらう勝手に自分で祝ってもらいに来るっていうまあまあ、はい、そういうもんでしょ、はい、ちょっと前田さん、あの、あ、びっくりした。前田さん、あの僕の Vlog 2000回について何か一言ください。そうですね、最初はそのうち飽きてやれんじゃないのと思ってたんですけど、気がついたら2000回数えてみると6年以上。6年、まあ、僕自身がそう思ってましたが、一番、びっくりします。あざます。長いお付き合い、長いのか短いのかよく分からない、まあ、とにかく、飽きるまで続けてください、はい、確かに飽きてないんですよね。そう、それはそうです、うん、エクシアさん、一言ください。2000回おめでとうございます。ありがとうございます。これ自分で撮ってるのか、どういう絵なんだろうっていうちょっと違和感。2000回の間にかなりね参考にさせていただいて、いろいろ買わせていただきました。これからも新しい発見を楽しみにしてます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ、あの今日の2000回の動画に合わせて、今日初ネックスの T シャツをちゃんと、お、素晴らしい、今日ここにしか、お、すごい、ここで来てくるべきだろう、すごいすごい、ちゃんと着てきました。ちゃん、何がちゃんとか分かんない、はい、で改めてあの2000回おめでとうございます。ありがとうございます。まあもう僕はどうだろう、3年4年ぐらいですかね、見続けさせていただいて、まあいろんなところで、まあ、ドリキンさんの購入したものと同じものを買ったり、逆にシグマに振ったり、違うオルタナティブ路線に行ってる感じもありますけど、まあ、いろんなあの情報だとか聞かせていただきながら参考にして、まあ、僕も楽しく自分で写真撮ったり動画撮ったりとかしてるので、まあ、これからも一緒に楽しませていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ドリキンさん、散財 Vlog 2000回達成おめでとうございます。僕がドリキンさんを見始めたのは3年、ちょうど3年ぐらい前なんですけれど、まあ本当にね、いろいろ散財させていただきました。ここでどんどんね、カメラも良くなって、ありがとうございます、毎日楽しみにしてますんで、2500回3000回と、目指して頑張ってください。おめでとうございます。レッドはいつ頃行く感じですか？レッドはそうですね、そろそろもうそろそろマジで。ハッシュタグを先に。ハッシュタグね、あのこれでインスタにはね、あの必ずライカ Q2 というタグをつけて投稿してますんで。それ公言していいのかって問題ありますけどね。はい。ありがとうございます。
2000回おめでとうございます。ありがとうございます。3、4年ぐらいずっと見てますけど、まあ今はなんか公認の自称弟子みたいな謎なポジションになってしまいまして。間違いないです。いや、なんか違うんですよ。この前あの、そうそう公認でいいんじゃないですかって言ったら、公認は面白くないから、あの公認の自称弟子のままでいこうっていうなんか謎のポジションになってしまって、はい、ただ、はい、あの初めてサンフランシスコで生でお会いした時から、はい、ずっと楽しくまた見させてもらってます。はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます。2000回バルさんも頑張ってください。はい、頑張ります。じゃあムッシュさん、あのPC 買う宣言でもいいですよ。じゃあ、 あの2000回あの継続されているブログおめでとうございます。ありがとうございます。なんか2000回なんてそんなにいけるものでは、はい、自分ではそんなにいけるものではなかなかないんですけど、ドリキンさんのそのご意欲を拝見して、今まで何度、何品買ったかわからないんですが、使いこなせないままそのまま次から次へとしているのがちょっと自分なりにちょっと悔しいので、最近ちょっと改めて、さあカメラをもう一回やるか、 VR 用に PC を買うか、めちゃめちゃ迷ってるところです。じゃあ PC ぜひ教えてください。もう今日だって囲まれてますから、あの VR 勢に今ここに。だからキラスクエストだけで、キラスじゃない、メタクエスト2だけでは、あ、通常の問題ないんですけど、その先 Windows 機を PC を使いこなせるかどうかがちょっと不安です。ちょっとじゃあ今日はちょっとその会議を後ほど。ありがとうございます。ありがとうございます。ドリキンさん、散財小説2000回おめでとうございます。ありがとうございます。私がドリキンさんの動画を見始めたのがあの高校生の頃で、友達とカメラでわーって遊んでた時に GoPro を買ったのがきっかけでした。まあそこからだいぶがっつり見始めて、散財的が私にもちょっと映りまして、こういったものやこういったものを今買うに至りまして、ちょっといろいろとお世話になってる私の原点のような方です。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。本当すごいな、これすごいっすよね。2000回おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、私もドリキンさんの YouTube でかなり影響を受け、もうなんか持ってるものもなんか見たことあるようなものもあり、なんかいろいろあの勉強にしてもらってます。なので本当に毎日見るのが楽しいので、ぜひ2000回と言わず3000回、4000回と、あのぜひ続けていただきたいと思います。ちょっと私から1個、はい、あの2000回のお祝いというのを、ちょっとあまりなんとそんな仕組みが2000にちょっと絡む仕組みがちょっとあれだったんですけど、プレゼントです。あ、ありがとうございます。お、なんかこのこれレッドでワンオペムズ、ちょっとこれ距離でフォーカス合わせないといけないんで、ギフト券ですけど、あ、ありがとうございます。ぜひ使ってください。ちょっと待って、あ、来た、はい、ありがとうございます。ぜひ使ってください。すいません、あのなんかお気遣いいただきました。ありがとうございます。最近 VR で夜な夜な一緒に遊んでいるデッキーさんもお願いします。ドリキンさん、あの動画投稿2000回おめでとうございます。ありがとうございます。継続は力っていうのはこのことだなというふうに、今後も頑張っていただければと思います。ありがとうございます。マイペースに行こうと思います。よろしくお願いします。 VR 部部長お願いします。あの電気ウォーカーの大臣です。一応ポッドキャスト番組はやっております。あの最近はね、ずっと VR にいて、まあ、いすぎて昼夜逆転というかね、寝てない感じがずっと続いてるんで、あのね、最近良くないんですけど、ちょっとこうやってコメントを求められるとぼーっとしてるんですよ。なんですが、とりあえず今回は2000回おめでとうございます。ありがとうございます。なんかあのすごいいろいろ仕込みをしてくださって、あ、そうですね、今日は今回ですね、ちょっとやりたかったこともあって、フォトグラメトリをやってみたくて、なんかいい方法ないかなと思って考えてたんですけど、そこで、あ、そうだ、今回2000回だからケーキを買ってこようと。でケーキを買ってきて、それをデータ化してワールドに置いておこうっていうので、ちょっと今仕込んでたところです。あ、はい、今晩あれですもんね、 VR チャット会で二次会が、そうですね、はい、もうワールドも更新してますので、そこで何かが行われるという、はい、してますので、はい、ちょっと楽しみにしております。あの、いつもお世話になっております。ありがとうございます。なかなかないですよ、ここで居酒屋でこの牧原ならありえるかもしれないけど、
エリートと、僕以外にエリートとプロ持ってる人を初めて見ました。いやーすごいね、散財癖が止まりません、ね、でも僕が言うなって感じだけど、頭1個しかないのにこのヘッドセット2個どうやって使いこなすんですか？まあ普段こっちで仕事とかは、はい、こっちで出かけた時、あ、やっぱそうですよね、そうなりますよね。ただあのその話で言うと真面目な話、今回僕ホテルにエリート持ってきたんですよ、そのホテル滞在中は。でもなんかバーチャルデスクトップがなんか優秀すぎて、結局メタクエストプロを横須賀の PC につないで VR しちゃったらめちゃめちゃ快適で、あの僕ここだけの話、ゲーミングラップトップ買っちゃったんですよ。だけどいらねんじゃねっていうちょっと気分になってしまって、ちょっと今ドキドキしてます。実際ここで自宅の PC につながりますか？はい、めっちゃ快適につながるんで、まあ、ネットさえ安定すればですけど。安定すれば。でもホテルの回線で十分いけるから。あの私 JR バスの中で一回やったことがあって、すごっ。まああのトラッキングは全然できなかったんですけど、スリードフになったんですけど、まあ実際ワールド入ってペンで文字書けるぐらいには VR チャットはできたんですよね。あのなかなかバーチャルデスクトップはすごいっすよね。すごいですね。あ、ちなみにそうだ、じゃあこれ聞いとこ、はい、このエリートで、はい、天井に向けて動画見るとかどうやってやるんですか？天井に向けて動画見る、なんかあの、ね、寝ながらみんな使えるって言ってるじゃないですか、はいはい。でもなんか僕上にメニュー持ってけないから、もしかしたらあの XS オーバーレイっていう、ああやっぱそれ使ってんですね。でも VR チャットで入りながらその VR 上で上にメニューを出すみたいな、まあソフトがあるんですけど、 Steam VR でそれを使ってるんじゃないかなとは思います。あれはできるとは言わないですよね。できるとは、ちょっと無理がありますよね。だからピコ4とかだと天井に持ってけるじゃないですか、あの標準のメニューので、普通にあのブラウザーとかが天井に簡単に YouTube 出せるから、あれ寝ながら見れるんですけど、これはそのなんか VR チャットの中でなんか使いこなせばできるけど、それはちょっと標準の使い方ではないかな。そうですね、寝ながらブライジングしようと思って使ってたんですけど、やっぱこっち側にしか出なくて、やっぱそうなんです。そうですよね、そうですよね。そう、あれちょっとねミスリードだなと思って、やっぱりすごいこうなんか複雑に使いこなさないと、複雑っていうかまあ XS オーバーレイとか使えばできるって話なんですね。ポテンシャルはあるんで、うん、あのソフトウェアの、そう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 、かなり避けるとは思うんですけど、うんうん、本当おっしゃる通りです。現状はっていうところですかね。ですよね。いやすごい良かった、いろいろ話聞けて良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。リアル VR 布教をされてます。向こうも XR エリートだ。すごい。そこら中で。あっちあっちで XR エリートか。やばい。こんなにすごいんだよ、やっぱプロ。プロいいですよね。やばい集会これ。これドリキンさんの言ってる意味分かるの？ちょっとねエリートとの差も見てほしいですけど、こっちはこっちでエリートを使われているっていう、エリートカオスな回です。かぶっちゃいけないのかぶっちゃいけないぞこれ。クエスト2との違いやばくないですか？2ユーザーなんで。いやこれはこれ違いすぎますよね。全然別物ですよ。うん、すごいステマみたいになってる。これやっぱり、いやいやこれそうですね、これ麻薬全然違うよね。全然違う、全然違う。そうなんですよ、これ被っちゃったら。そうなんですよ、こっち欲しくなっちゃう。まあ確かにそれもわかるんですよね。ありがとうございます。それもわかるんですよね。まあムッシュさんもノリさんもクエスト2ユーザーでプロを今試したら感動する。そうなんですよね、そこなんですよ。これはやはりね、ドリキンさんが言われてるように見てみないと分かんないです、ね、これは分かんないですよね。じゃあのこの流れで全然関係ないですけど、あの
2000回以のお祝いメッセージください。おめでとうございます。こっちも来ました、こっちも来ました。僕がドリキンさんの出会いは実を言うとドリキンのサブから始まってます。最初のサンフランシスコの研修会のビデオとか Vlog を見て、やはりあのサンフランシスコの青さとドリキンさん自体がすごいその会社内で悩んでるところをぶつくさ言ってるところがすごいストレートに出てね、あ、こういう人いるんだというのを見て、あ、心強く海外に頑張ってる人がいるなって言って勇気づけられた。そんなことありましたっけ？ありました、ありました。病んでたかな。でそのやっぱりサンフランシスコの青さをやっぱり日本人の人がさりげなく車を運転しながら撮ってる風景がとても素敵で、それ以来ずっとファンで見ております。2000回おめでとうございます。ありがとうございます。で無理なくあの続けていただければ幸いです。ありがとうございます。頑張ってください。よろしくお願いいたします。もうちょっとしたらまたカリフォルニアの空が撮れる気がしますので、お楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。前回おめでとうございます。ありがとうございます。毎朝の楽しみが本当散財小説になっているので、本当嬉しいなという気持ちと、で今日そのコメントを2000回おめでとうって書いたんですけど、ドリキンさん的にはあのレッドの初音さんのカメラの映像が綺麗だっていうのを言ってほしかったみたいな。そうそうそう、改めてそうそう、改めてすごい映像のカメラで楽しませていただいて、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。これからよろしくお願いします。2000回あのおめでとうございます。ありがとうございます。たった4文字ですけど2000って書くの、でも一回一回のことを考えるともう気が遠くなるような異業に入ると思います。であの私ももう中毒のように毎朝ドリキンさんの声を 1.25 倍で聞くのが だから 1.25 倍の声に慣れているので、僕はね自分の声2倍に慣れてます。いやもうあの別に途切れてもいいですから、あの毎朝ずっと聞いていたいと思いますよ。引き続き元気で頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ気をつけて。ありがとうございます。はい、ではでは VR チャットで二次会で会いましょう。じゃじゃーん、おめでとうございます。ついに来た、来た、おおすごい。2000回、2000。あ、すごーい。ちゃん、すごい。お、ありがとうございます。いや、ここのカメラ。すごい、2000エピソード。ここのカメラやばい。ここのカメラやばい。なんか、おめでとうございます。みんなの圧が。総額いくらだよ。これ iPhone だけど。みんなのカメラ圧がやばいです。すごいのになってます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おざます、おざます。今ちょっと箸で一口いただきましたが、じゃあ皆さんぜひよかったらどうも食べてください。みんなちょっとずつついてください。 HDR さ、いただきます。箸でつつく、つつく系、お箸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 、これ行きますか。見てるよ、俺はもう余裕で見てる気がする。2000回は見てないかも。見てないかも。2000回は見てないかも。どうだろう。Yeah, I start to clap.